おはようございます。今朝の7時ぐらいなんですけど、今日は私の GRVW ん朝一緒に準備しようみたいな感じの動画を撮っていきたいと思います。もうちょっと早く起床したんですけど、ちょっとやることが多すぎて動画回すの忘れちゃって今回してます。今はつーちゃんに朝ごはんをあげてるんですけど、朝はあんまりつーちゃん食べないので、まあ、基本フルーツか野菜をメインにあげてるんですけど、ちょっと今日はお腹を下してたので今日はフルーツはなしで鮭ご飯をあげてます。だいたい1時間ぐらいかけながらいつもあげてます。なんかこう2ちゃんのテレビとかをつけながらいつも遊びながらつーちゃんご飯を食べてます。言うこと聞かないんで諦めました。最近はもうすごい男の子だからなのかわかんないんですけども、暴れまくるので、もうちょっと嫌なことがあるとすごいもう何にも言うこと聞いてくれないので、基本は自由にさしてますね。こんな感じでご飯をまずはあげていきたいと思います。この傷がね、ちょっとダウンタイム中なんで、ここになんかテーピングみたいになってるんですけど気にしないでください。はい、これからお皿を洗っていきます。今テレビを見させてるんですけど、お兄ちゃんとかのそれを見させてる間に私はお皿をもうめっちゃ汚いので、お皿を朝はいつも片付けます。あんまりこう映えてる余裕とかがないのでもうボロボロなんですけど、見せてください。今日は仕事じゃないので別にメイクとかはしないんですけど、普段仕事の時とかはメイクとかしてバッチリ決めるんですけど、もう何もない時とかは基本的にマジでオフな感じです。あんまこういう姿とか見せたくないんですけど、今日は GRAW ということで見せていきます。朝は基本的にいつも掃除してます。掃除してもすぐ汚されるんですけど、掃除は大嫌いです。その皿洗って掃除してる間にも掃除した場所がこうルーティーンで汚くなっていくっていう現象。てか今日私マジ生理痛で本当にお腹痛くて、私はだから朝はご飯は食べないです。最近キッチンの方にまで遊びに来るようになっちゃったので、危ないので柵をキッチン側につけて、もうリビングと寝室は行き来自由にさせてます。だから変なものも置けないので、上の高い部分に荷物が散乱してる。あーお腹痛い、マジでお腹痛いです。もうやばい、マジで本当にお腹痛すぎて昨日何もできなかったっていう感じで、ちょっとマジでパパパパパって綺麗にしていきたいと思います。動画なんて撮ってる場合じゃない。はい、私のご飯、やっぱりお腹が減ったのでご飯食べることにしました。いただきます。パッ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 と作れるものをいつも自分は食べてます。サラダとかの日もあれば、本当にボロボロすぎて申し訳ない。うん、美味しい。食べる？ちーちゃんも。なんか私が食べてると欲しがったりするので、一応子供でも食べれる味付けにしてます。もう激薄。食べていきます。はい、そしたらいろいろねお掃除とかあったら次は洗濯物とかを回していきたいと思います。スーさんのは昨日の夜乾燥機にかけて夜中に畳んだので、私の洗濯物を洗っていきたいと思います。私の洗濯物は最近は超ね、いい匂いの柔軟剤に出会えたんですけど、これマジでいい匂い。私なんか超楽なの。これなんかネイルに行った時になんかタオル出されて、それが超いい匂いで、柔軟剤何って聞いたらこれって言われて、パクっておすすめです。洗濯を回していきたいと思います。お掃除が終わったので、だいたいご飯を食べたらすぐちょっとしたら眠たくなっちゃうので、子供が保育園も今日はお休みなのでお休みなので、今日は息子とね、ちょっと昼寝をしていきたいと思います。私も超体調が体調が悪いので、息子はそういう時ね、いつもね、なんでかわかんないけど誘って一緒に寝てくれるのでその顔見て笑わないでよ。
そんな感じで今から寝ていきたいと思います。ママの顔色悪くない？いつもミルク、あったかいミルクをあげたらすぐね、もう速攻で爆睡するんで、お昼寝2時間ぐらいかなしていきます。はい、では今から近くの公園にお散歩に行きたいと思います。ちょっとつーちゃんがもう体力を余して家の中で暴れ散らかってるので、着替えて暖かい格好してお外の公園に出てきます。はい、以上が私の GRWV の記録でした。結構ね、全然なんかちゃんと撮れてなかったんですけど、朝とかだと結構バタバタしちゃって、もう息子くんがね、こう泣いたりとか、やることも多くて、ちゃんと撮れなかったんですけど、参考になったかならないかわかんなかったんですけど、いつも朝はあんな感じでバタバタしております。あとちょっと今回は女の子の日っていうのもあって、もう本当に体調悪くて、もう結構なんか動画の中とかでも、なんか、みたいな感じになってたと思うんですけど、すいませんでした。出産前とかだと、やっぱ自分の時間がすごいたくさんあったんですけど、化粧とかもすごい丁寧にやったりとか、時間をいろいろね、かけて自分のペースでやってたというか、今はやっぱりね、子供がね、私がずっとこうメイクのこの椅子に座ってるだけで、抱っこしろって、なんでかわかんない。このメイクの台に立つとすごい泣きじゃくって、待ってくれみたいな感じで結構来たりするんで、メイクとかも前に比べてだいぶスピードも速くなったし、結構時間がある時とかね、それこそ息子を預けてる時とかは時間が結構あるんですけど、本当に大変だなって思うし、自分の時間が結構ねなくなるので、息子が寝た後とかに自分の時間を作るようにはしてるんですけど、そういうので結構息抜きしたりとか、あとは本当に子供を預けてる時とか、次の日2日連チャンで仕事の時とか合間でやっぱ遊びに行ったりとかするんで、私もそういうのでもう息抜きするしかない感じですね。本当に大変だけど、子供がもう可愛いし、私も私なりで結構育児は頑張ってるんですけど、本当にね、ご飯とかもマジ全然作れなかったの。だから昔に比べるとだいぶご飯とかも作れるようになって、子供がね大きくなった時とかにお弁当とか持っていく日が来ると思うんですけど、小学校とかになって運動会とかさ、ピクニック行くとかなった時に、そういう時に美味しそうなお弁当を作るのが目標です。そう、ワンオペとかにねなってくるとね、本当にもうパキパキ行動しないと、もう次のことが終わらないし、時間に追われちゃうので、パッ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 ってやるようになりましたね。今めっちゃ部屋汚いんですけど、これでも結構片してる方なんですよ。片してもすぐ汚されるし、片付けても取り出して自分の陣地に持っていこうとするんですよ。この子結構大変で、最近は私がコロコロをかけてるせいか、真似をしてコロコロかけてくれるようになった。絨毯ばっかコロコロしてくれてます。これでコロ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 。いろんなママさんとかはやっぱ時間とかに追われて本当に切羽詰まっちゃうとかあると思うんですけど、ちょっとねお風呂に自分一人で疲れる時間があるなら、それだけでも結構リフレッシュになると思うから、私はまだ預けれる状況があったので恵まれてる状況だなってすごい自分でもめちゃめちゃ思うから、それも本当にできない人もたくさんいると思うからね、私も私なりの育児をね発信できたらいいなとも思うので、全国のママさん一緒に頑張りましょう。これがね、多分子供をね、エッグのチャンネルに出すのもこれが最後なので、まあ、最後まで見てくれたら嬉しいです。そんな感じで、私の朝一緒に準備しようっていう動画でしたもん。ちょっと英語わかんなかったんで、多分ミスってると思うんですけど、ここはね、水疱瘡のね、跡をちょっと今直してる最中なので、気になってる方がいたら私の個人チャンネルに飛んで見てもらえれば、ダウンタイムの経過とか載せてるので、そっち見てくれたら嬉しいです。それでは、おばあちゃん、バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。バイバーイ。